はい、ガールズファッション 3D だったかな。続きからやっていきたいと思います。ですね、とりあえずちょっとまずフリーモードでお金をね貯めようと思います。このゲームな、何ですか、この違うものシリーズマジでわからないんだけど、そう、あのね、そうコメントでさ、このゲームやったことありますってコメントあって、私も本当にね、心底一番、今まで一番もらったコメントの中で一番びっくりしたの。このゲームをやったことある人がいたとはっていう。いや、なんかね、このゲーム、なんだろう。ね、私が変と思うものは変じゃないのね。ごめんなさい。なんで？ちなみにこのゲームさ、こう、動画をアップするのにあたってさ、ちょっといろいろこう見たときに、公式サイトがまだ普通にあってびっくりしたよね。公式サイトね、すごいピンクなの。もう、ピンクって、もうすごいの、ほんと。ぜひ見てほしい、ほんとに。え、これ結構おしゃれじゃないですか？私的にはこれ結構100点なんですけど。え、嘘。服合ってたって。だってこれ合わないものからって言われてるのね。合ってるじゃんっていうものがね。むずい。ポイントたまらん。なんでだ？うわ、ダッセ。これはダサいだろう。ねえ。もう、やめようかな。やめます。これ無理です。私、ポイント貯めれません。こっちにします。こっちならできそうだよね。合いそうなものでしょ？私、合いそうなものも選べないんだけど、間違ってるものも選べないし。大体よ。うわ、ダサい。いや、おかしいだろ。ワンピース着てる人に対してさ、スカートを提示するのは違うだろうっていうね。もう、全然合わない。嘘？だこれ、多分あれだよね。その、服のジャンルにごとに多分、あれなんだろうね。でも、パッと見だとさ、どのジャンルの服かが、いまいちわからないっていうのがこのゲームの難しいところですよね。うわ、すごい、何これ。なんかすごいメタリックな。おぉ、メタリックだからヘッドホンかなと思ったら合ってたわ。あら、すごい、何これ。はい。何これ。嘘だよ。嘘だと言ってくれよ。なんかこれさ、こういう格好してたよね。なんかあの吉田沙保里が CM で、昔。アルソック、アルソックってなかった、こんな格好で。懐かしい。わかる人同年代。ちょっともう一個違うのやろ。200ポイント貯めて、とりあえずちょっとストーリーというか、メインのね、方を進めていきたいなって。あ、これの方が私苦手かも。これ一番苦手かもしれない。よし。うわ、アイテムすごいな。帽子。これじゃない？うぇー。拍手の仕方。あの、ほんと乱暴よ。カバン吹き飛ぶかと思った、今。ね。よし、やっていくぞ。私は前回は誰と誰を倒した？倒したんじゃないわ。スーパーモデル歌手。
まあ、ベラかな、新人女優だし。うん、あ、待って、これさ、あ、ニュー増えてる。これもしかしてだよ、もしかしてだけどさ、全員分この数やらなきゃいけないってこと？めっちゃ長え。ね、めっちゃ長くない？マジか。なるほどね。まあ、頑張りましょう。クルーズパーティーに呼ばれたんだけど、コーデが決まらない。あなたの力を貸して。はーい。仕方ないわね。55か67コイン。え、スポーティーにしてね。スポーティーダサくね。かわいいバッグ忘れないで。スポーティーなシューズがいいな。あ、そう。ショートパンツを見つけて。スポーティーなトップスがいいな。スポーティーなトップス。もうだから全身スポーティー女よね。全身スポーティー女なんだけど、そんなにスポーティーってあります？スポーティーってね、これか。シューズがいいっつってたよね。うん。え、スニーカーでいいってことだよね。違う？ブーツは違うよね。うん、絶対そう。絶対これ。え、待って、スポーティーってさ、トップスがいいんでしょ？トップス、トップス。まあまあまあ、まあまあまあ悪くはないんじゃない？で、ってなるとスカートが必要でしょ？あれ、スカートってある？まあ、そう、あこれじゃない？これなんか色的にはこれだと思う。あ、すっごい。そんなドヤ顔するほどのね、服を今着てないわよ、あなたは。コインって大丈夫？ 67 までいいんだ。かわいいバッグ忘れないで。はい。かわいいバッグ忘れないでって。忘れそうよね。冷静に。何これ？あ、なるほどね。まず77でオーバー。え？あ、これついてるからだ。いらない、いらない。じゃあ、これで完成ですね。ちょっと私、ダサいなって思っちゃうけど。なんか、バッグがダサいよな。なんだ、このバッグ。柄がなんとも言えない。まあ、出来上がりです、これ。なんか、色とか変える？いいよね。はい。どうよ。このコーデ真似したい。嘘だと思う。あ、出た。ペティプキャナ？とか文字潰れすぎ。はい、トップスが完璧。ショートパンツが完璧。最初のうちだからね、優しいですよね。よし。あ、そうだった。私そこミッキーにしたんだった。なんだろう、やっぱこのね、カオスな感じがいいですね。なんか昔は私はこのカオスがちょっと耐えられなかったんだけど、今となればこのカオスがちょっと面白いわよ。うん、スポーティーパーティーね。スポーティーばっかり、スポーティー連続はちょっとさすがにやだな。わお、これとかいくらなんだろう。マリア、うちのエヴァが、エヴァ、エヴァンゲリオン。あー、103から126コイン。スポーティースタイルでお願い。ねえ、みんなスポーティー好きすぎない？いいけどさ、別に。え、バッグでアクセントをつけて、ブーツを履いてみたいな。履けばいいじゃない。素敵なパンツを選んでね。スポーティートップスの模様を変えて、模様を変えて。なるほどね。模様を変えなきゃいけないのね。何この鬼気迫る音楽。ちょっと面白くない？スポーティーなブーツでしょ？これは？これただのシューズなのね。じゃあこれただの、じゃあスポーティーでも何でもないブーツだ。ごめんなさい。
ベーシックがいいと思うよ私は。レザーブーツ、いやお値段高いけど私こっちの方が好みかな。いやでもレザーの方が可愛いか。ちょっと靴動いてんのもうるさいよ女性に冷たくいこうと思う。違うよ、女性に冷たいって別に私が日々冷たいじゃなくて、この方のはちょっと冷たくいこうかなって。で、何でしたっけ、パンツを選んでねと、とりあえずパンツとバッグね、パンツとバッグ、パンツ、なんかインストラクターみたいなんかあの夜の通販とかでこういう人動いてない、なんかいやこっちとかでもいいけど高いんよな。あでもこっちの方が可愛いかも、ちょっと可愛さでちょっと選んでいくな私ちゃんと。やっぱおダサいのはねよろしくないのでね。えお値段いくらまでだったっけ、126までもう終わりやん。ああバッグの選択肢がこれしかないのがちょっといただけませんね。トップスでしょ、なんでもいいんだよね。あ、かわいい意外とこれかわいくないですか。これ柄変えなきゃいけないんだよね。でもうわぁ、地獄みたいな色になっちゃう。どうしよう。もう結構柄増えたんでしょ？めっちゃ増えてる。あ、これなら可愛いかも。これで行きなさい、これで、ほら。何を SD カードに保存してんの、これ。この服の、この柄をわざわざ保存してるってこと？いらないわよ。いらないわよ、とか言っちゃった。あ、いいんじゃない？なんか、そうなってると下半身変な気もするけど。まあいいわ。はい。あれ、お値段安いもんね。大丈夫？アクセ使いがさすが。アクセなんて入れたっけ、私。あ、完璧だって、ほら。何？評論家の人。ジュディ・フォンテーヌ。お、いいね。余裕だったわ。よし。やっぱ意外と楽しいわね。ただ、お金をいちいち貯めに行かなきゃいけないっていうことだけがちょっとめんどくさいよね。お金さえね、パッと貯まってくれるならね、もっと楽しいと思う。こんな頭がダサいよ。あ、違った。なんだ、頭ダサいでしょ今のどう考えても。カバンですね。え、なんでよ一見合わないわね、本当にこのゲーム。全然意見が合わないの。やったわ、やっと意見があったわ。よし。わ、今ブーツかなと思った。よし。けどまた200枚貯めましょう。200枚貯めて、そうね、サクッと、また2つぐらいやりたいですね。いや、いいよ、この、やっぱ私もカオスを楽しめる年になってきたのよ、ほんと。でもこのゲームってさ、本当に思うんだけどさ、パッケージ詐欺だよね。こんなこと言っちゃいけないけど。パッケージはすごいなんかもう日本ですみたいな、あのなんか多分なんていうの、そういう女児向け雑誌のモデルですみたいな子たちがジャケットだからさ、あれはちょっとだから良くないなと思う。よっしゃ、一気に235までいけた。この子たちと結構意思疎通が取れるようになってきたのかもしれない。さあどうしますか、クライアント。
え、この人ってこれが増えたの？ね、スポーティーガールばっかりなんだけど、ちょっとスポーティー飽きたわ。うん、これはやったんだよね。これじゃあサマーファン、安川サマースタイルをこう、何それ、何それ。雑誌の新コーナーでモデルをするの。ファッションテーマは安川サマーよ。あなたにしかできないトロピカルコーデを楽しみ。トロピカル、トロピカル、私とはちょっとなかなか合わないものよ、ジャンルとしては。夏っぽいトロピカルがいいな。はい、なんだトロピカルってジャンルがあるの。ネックレスを見つけて。シューズはマストアイテム。はい、ブレスレットをつけてね。トロピカルのドレスがいいな。え、待って、ドレスって高くない？何この音楽、ちょっと面白いんだけど。トロピカルってジャンル何、そもそも。トロ、あった、トロピカル。へー、じゃあこれだよね。今現状だって着れるのがこれしかないから、じゃあこれ着てもらって、その後何がいるんだっけ。シューズ、ネックレス、ブレスレット。じゃあまず先にブレスレットとネックレスをつけましょう。ブレスレット、ウッドかな。ウッドだよね。でネックレスね。であとシューズだけつければ完璧。え、でも B さんはダメでしょ、シューズっつってんだから。これか、こんなもん。そうやね、こんなもんやね。91円まででもね、ちょうどだ、ちょうどだ、すごい。まあなんか無難じゃないですか。これはあんまりいじらない方がいいと思う。このままいっちゃえ、色的には合ってるよ。うん、なんかそうね、まあいい、いいと思うよ。うん、ポージングもちょっと頑張りなさい、あなた。ほんとドレスかわいい、完璧すぎるな、私ちょっと。ウェーイ、あ、ランク上がるんじゃない。ベテラン、もうベテランです。え、動画パート2にして私もうすでにベテランになりました。はーい、まあ、そうだよね、私ってやっぱベテランだよね。うん、どれだけね、やっぱこうコーディネートしてきたかってことです、今まで。あら、なになに、ゆうたが今大人気。流行りと定番がミックスされたゆうたのコーデはさすが。ゆうたはファッションを知り尽くしています。私が有名になれたのはゆうたのおかげ。みんなありがとう、そんな褒めていただけて。うん、ベテランスタイリスト、今のエフェクト結構謎よね。うん、待って、ベテランになったってことはさ、ちょっとこのフリーモードでもらえるお金もさ増えたんじゃない。これなんか前回1個じゃランク上がったら増えたもんね。これさ、難易度上がったりしてない？私には難易度が上がってるように見えるんだけど、気のせいかしら。あー、スポーティーね、これだ。全然合わない。いや、絶対に頭の方が変だって、今のダサダサだって。あの、間違えた時の「はあ」みたいな表情、ちょっと腹立ちますよね。ほら、腹立つ。わあ、45になってる。くれるお金増えてますよ。いいですね。よし、じゃあもう一つやりに行きますよ。そうね、ちょっとスポーティーはちょっと飽き飽きだから、スポーティーじゃないものをやりたいわね。あ、待って、知らない人間増えてる。誰あんた。ファッションデザイナーミヤ。
あんた誰？スーパー女優、ルーシー、ルーシーやろう。新学期特集号のコーディネートをしよう。はい。なんか頭にすごいもんつけてたけど、新学期特集号の表紙に選ばれたの、エッジが効いてるレトロコーデを作る。エッジ、すごいな、この子。なるほどね。予算は165までいいんだ。絶対レトロスタイル。はい。レトロスカーフ合わせてみて。レトロなシューズがいいな。はい。パンツの模様変えてデコってみて。コットンシャツをデコってね。うわ、デコるのめっちゃあるやん。なるほどね。やっぱこの辺まで来ると大変ですね。うん、ちょっと待ってね。まずじゃあレトロなシューズを選びましょう。レトロなシューズ。レトロってどれ？え、レトロ？これか。てかレトロなシューズ1個しかないんだけど。しかもこれバレーシューズだし。いいの？バレーシューズで、あんた。あんたがいいならいいけどね。コットンシャツとパンツ？コットンシャツとパンツか。コットンシャツとパンツ。絶対こっちの方が可愛い。うん。で、コットンシャツ、コットンシャツ。これか。え、待って、このままの方が可愛いよ、あんた。うん。変にこれデコるとダサいと思う。の、私だけですか？で、スカーフがいるんでしょ？ねえ。なんか、なんだろう、スチュワーデスのなり損ないみたいなね。表現が悪い、本当に。え、この辺だっていじればいいんでしょ、とりあえず。もう写真は撮りませんよ、私。あ、でも思ったより柄ないな。うん。ね、思ったよりないね、こう思うと。あ、真っ黒っていうのがあるじゃん。これにしちゃおう。ねえ、全身真っ黒にしてみる、一層。ワンチャンありだと私思ってる。でもな、デコってみてって言われてるのに真っ黒にするのもな、どうなんだろう。あれでも模様変えてデコってみてってさ、模様変えるだけじゃもしかしてダメ？なんかそんな気がしてきたぞ。でも、デコるってなんだ？こういうこと？こういうことだ。デコるってこういうことだわ。え、待って。首元に蝶。あれ、消えちゃった。どっか行っちゃったわよ、ちょ。もういいわよ、これで。あれ、ちょ、消えたね、本当に。はい。これで多分、色を変えれば、色っていうか、まあ、柄？いや、あ、待って、これいいじゃん。蝶つけた意味ある？あー、なるほどね。これ蝶とかってさ、どうやったらこう派手に見えるんだろう。見えねえ。あ、なるほど。この辺にすれば腕につくってことじゃない？こういうことだ。これでいこう。はい。OKOK。腕に蝶をつけるっていうね。ゼブラ柄なのにね。まあまあまあいいでしょう。ってことはよ、下半身もだからデコんなきゃダメよ、ちょっと。何つけよう、下半身。なんか可愛いのがいいわよね、せっかくなら。何がいいかしら。めっちゃ解放されていくわね。星とかはちょっと安直すぎてダサいなと思うのよ。
なんかでも独特じゃない？独特じゃない？ダセなんか島村感、ちょっと待ってよ、これでいいんだよね。シャツつけた、多分 OK だと思う。はい、33円しかなくなっちゃうわ、コイン。大丈夫かな、文句言われない？パーフェクトコーデ。アクセント使いがさすがね。はーい。この、いいカスタマイズ、ほんと？よかった。あ、いいみたいです。よし。まあ、余裕でしたね。え、待って、これベテランからさ、次に上がるのめっちゃ大変そう。なんかずっと上がんないって感じ。まあ、10ずつしかもらえないんだもんな、この、ね。この最後の人はまだ解放されてないんだもんね。なるほどね。じゃ、ちょっとお金だけ稼いで、今回終わりますか？いや、でも、面白い。ちょっとこのね、なんだろう、軽く文句言いながらやるのが楽しいよね。真剣にやると多分辛い思いをするけど、ちょっとね、小賢しいなって思いながらやると、だいぶ楽しいよ。全然合わないんだけど。うわ、その帽子何？よし。何その頭。絶対変えた方がいいのに。ね、よし。意外と合うのよね、やっぱりね。あ、出た、アルソック。アルソック。アルソック。ああ、アルソック、そのカバン変だよ。嘘だろう。合わない。あ、かわいい。そのスカート、かわいいぞ。やっぱね、間違い探しが一番いいですね。なんかサクッとたまるし。ね。これだよ、やっぱり。なんだかんだね。くそ。私、あのカバン持ってるとさ、大体このカバンが違うって押しがちだよね。あのカバンに恨みがあるわけではないのよ。ただなんか、ちょっと合わないなと思って。全然合わないの、本当に。よし。やっぱ45もらえる。っていうのは、でかいですね。何これ。おっしゃ。ちょっとやぼったいなと思って今。何これ、民族感。これだ。違った。民族感。あ、これかわいいですね。なんかこのカバンでしょ。あ、カバンは問題なかったみたい。この人メイクかわいくない？私の好み。色合ってないよ、そのカバン。うわ、これわからん。終わった。よし、ということで300溜まったので、今回はこの辺で、いや、もう一個やっとくか。こっちのね、メモリークイズもやっときましょう。覚えて、ちゃんと私覚えるのよ。じゃないのよね。間違えた。あ、そっか、着ていたものだったわ。着てないものをしちゃった。よし。意外といけますね、やっぱね。黒に、それで、こうで、こうね。はい。
よし。あ、これがでもポイント数は少ないけど一番楽だね、やっぱりね。はい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 。よし、400貯まりましたよ。はい、ということでですね、今回この辺で終わろうかなと思います。なんだかんだやっぱ楽しめてますね。ただこの動画のタイトルは戦慄のファッションゲームなんですけどね。いや、いろんな意味でやっぱ戦慄でしょ。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。